今回は大阪梅田にある麻雀スターズさんで頓風戦にチャレンジしていきます。この麻雀は一局一局が重たいんですよ。チンタラ打ってると地蔵さん自宅になっちゃいます。でもそんなシビアな展開の頓風戦、私大好きでありまして、これからですね、頓風のプロフェッショナルとして麻雀をお見せしたいと思います。到着しました。お店はビルの2階にあります。すっごい可愛いのを描いてくださいました、堀内雅さん来店ですね。これ僕がいつもアイコンに使ってる似顔絵です。ありがとうございます。関西で頓風戦といえば麻雀スターズさんということで今回やってきました。梅田駅直結していて、雨の日でも打たれずにお店まで遊びに来ることができます。お店は4人麻雀の頓風戦です。5万5000点以上でコールドになります。頓風戦でシャアがバカ勢になります。ドラが4枚入っています。白のうち1枚スターになっていまして、リーチを積もってくるとオールマイティで上がりになります。積も版のないリーチができます。積み棒は1本までつき1500点です。途中流局はありません。親流しがありになります。上がった時か流局してテンパイだった時に親番を続行するかどうかを選択し、親を流すことができます。ではこれから頓風戦の方をやっていきます。それでは実践動画の方をどうぞ。それではこれより対局の解説をお送りします。当院局は親番スタートでドラが9万、総ズレペンチャンターツができて自敗を切ります。ターツはまだ足りていません。遠くに 1,2,3 の3色があります。マンズレカンチャンターツができました。3色を見て1万を残しました。カンリャンピンが埋まってケンズレメンツが完成。 E マンを切ってリャンシャンテンに置きます。3色は見切りました。中チャンパイを残して両家の変化に期待です。ソーズのメンツが完成して、カンちゃんとペンちゃんのイーシャンテン。トイメンがピンズを2つ晒しています。スーピンを積もって、両面ターツになりましたが、サブローピンは4枚見えています。ペンちゃんも両面も残っている枚数は同じです。トイメンに対して、安全度の高いピンズを払っていきます。そして、自順に残しておいたペンちゃんが待って、テンパイ、リーチをかけます。赤なし、ドラなし、役なしの、カーンウーマンのリーチのみ。リーチのみの悪系テンパイでも親の先生は非常に有効です。リーチをかけてつもぎりが続き、下茶から追いかけリーチが入ります。そして、二風呂をしているトイメンが勝負したウーマンで上がることができました。裏は乗らず、リーチのみで2000の加点。リーチ棒込みで2万8000点のトップ目になって親を流します。リードしているトップ目は基本的に親流しです。トン2局、ペイチャレドラがパーピン、手配は一通が見えるリアンシャンテンで、チュンがトイツです。ソーズでカンチャンターツができて、ウーマンを切ります。ターツオーバーしています。ピンズが重なって、ドラのペンチャンを払います。金運送を使い切れるようにしました。チュンが3枚揃えば、泣いても上がることができます。ソーズでメンツが完成して、イーシャンテンです。白ポッチが入っていて、リーチの価値が高く、連続系の関数層でも、テンパイすれば即リーチをかけます。ソーズが両面ターツになって完全イーシャンテンとなりました。チュンのポンテンで両面に受けることができます。中盤にソーズでメンツが完成してテンパイ、サブローピン待ちでリーチをかけます。リーチ金で2600の両面テンパイ、積もることができれば1200からです。リーチをかけて積もりが続き、ダブトンを泣いている下茶の親がウーソを積も、1000オールの上がりです。下茶が2万8000点のトップ目になって親を流します。トーン3局、シャーチャレドラが数万、2万6000点持ちです。手配はソーズで一面ついてきていて、トーンが統一であります。ソーズのカンチャンの受け入れができて、自敗を切ります。マンズでターツができて、手配はリアンシャンテンです。ソーズの形が下に伸びて、三面チャンの受け入れになりました。6巡目にソーズのメンツが完成して、イーシャンテンです。ウーマンが重なって、マンズが並び統一になりました。両面が入れば、高めイーペイコーの形です。チューンをつもぎりすると、上茶の本一がポン。そして切られたトンをポンして、関数マンのテンパイに受けます。シャンポンに受けると、両面に変化した場合、振り手になってしまいます。カンちゃんの方が変化が多く、関数マンのドラ待ちにしました。下茶とは2000点され、トンドラ1で上がると、同手のトップ目でオーラスを迎えることができます。テンパイを入れてすぐに、ドラの数万を積むことができました。トンドラ1で、ゴッドーです。オーラスなんちゃでドラがトン、2万8000点持ちのトップ目。下茶が2着で2万7500点です。手配はマンズで一面ついてきていて、トイツが1つ、カンちゃんが2つあります。3巡目に白が重なって、泣いても上がれるようになりました。カンリャンゾウとカンチーピンは、チーしてバックで進みます。親が切ったリャンゾウをチー、ハツを切って、白バックのイーシャンテンに受けます。
もう一つ役の保険が欲しいところですが、マンズの連続形を残して量形の変化を見ました。自順に白があんこになって転敗、カンチーピン待ちの先手です。リャンマンを切ると下茶の2着目がチーをして、余ったチーピンで上がることができました。このゲームはオーラス上がり切って1着で終了です。印象に残った1局を解説します。オーラスペーチャでドラがチーマン、28,000点持ちの2着目、下茶の親が23,500点、トイメンが18,500点、上茶が29,900点のトップ目で1900点差です。2000点出上がりか1000点直撃、もしくは400、800を積もると逆転します。いい範囲40分の400、700を上がった場合には同点になります。その場合はチーチャに近い方で上茶がトップです。手牌は急走があんこで、赤と金を使ったウーソの統一があります。ピンズでペンチャンターツがあって、ターツが足りていません。自牌のハツとペイは重なれば両方役になります。ドラが2枚あるので使い切って上がれば条件をクリアすることができます。第1質問でイーソが重なりました。あんこが1つで統一が2つ目です。1枚切れのハツを切ります。オーラスなのでスピード重視で泣ける手を意識したいところですが、トイトイや本一はまだターツが足りていません。自家製のペイの後々付けもありますが、苦しい形です。1枚切れのハツを切っていってツモに身を委ねます。面前のリーチ狙いが本線で、イーソかウーソが出た場合にはポンして手を進めます。ソーズの本一、トイトイ、ペイの後々付け狙いです。オーラス1900点差で脳天転敗でも逆転をすることができ、ポン寄りになる要素としてマンズとピンズの受けが弱いことが挙げられます。端に寄っている28の孤立牌とピンズはペンチャンターツとなっています。もしもウーソをポンすることができた場合はパーマンを切ります。手牌に赤金があって打点は十分なので、重なった時に泣きやすい牌を残します。ドラがチーマンなので、リャンマンやリャンピンが重なるよりパーマンが重なった場合の方が場に切られにくくなります。リャンマンとリャンピンの比較の場合は、カビ茶が第一夜にリャンピンを切っているので、ピンズの方が重なりやすい牌になります。二巡目にピンズでペンチャンターツができて、一枚切りの自活のペイを切ります。ターツが揃って、手牌はリャンシャンテンです。泣くことができず、面前限定のペンチャンとシャンポンの受け入れで、条件はクリアしていますが、重たい形です。オーラスの競っている上がり競争です。マンズでペンチャンターツができて、ターツオーバーとなりました。パーマンを切ります。これで、純ちゃんのリアンシャンテンです。マンズのペンちゃんとピンズのペンちゃんをチーすることができれば転敗をします。赤金の統一落としになりますが、2000点で条件をクリアです。4巡目に、上茶から3万が切られて、純ちゃんで発進します。気合の赤金嘘を統一落とし。とりあえず赤嘘の方から切ります。赤金は非常に価値が高いですが、純ちゃんで2000点を上がりきれば、2着からトップになります。丘が2万点あって、馬が1万点、3万点のルールならば、2着とトップの価値は4万点違います。上がりきれば、この手は役満より高いと考えれば、地位の一手です。ウーソを切って、ペンちゃんが2つの純ちゃんのいいシャンテン。ドラの統一落としの単野を狙いや、八尾中杯のアンコを落として、仕掛けての単野なんかはたまにあるのですが、純ちゃんでペンちゃんをさばいて赤金の統一落としは初めてやりました。覚悟を決めてペン3万の地位、自順にウーソを並べます。ドラを先に切りました。リャンズを積もってペンちゃんでフォローできるようになりました。 1,2,3 の3色が狙えます。3ゾが切られた場合には地位をします。ペン3ゾで泣くと3色の可能性ができて受け入れが広くなります。赤ウーピンを積もぎりします。非常に派手な捨て牌となっていますが、ターチャの読みは気にする必要はありません。自分の都合を優先します。チャンタや三色、厄牌バック、一通などあり、厄牌があんこになっているケースもあって、絞り切ることができません。また、オーラスなので、3着目や4着目のプレイヤーは、勝負に行かざるを得ない状況です。ドラのチーマンをつもぎりすると、トイメンのラス目がポン、マンガンが確定しました。上茶がマンズを両面でチーして、ドラ表示牌の6万切り、白バックのテンパイを入れます。オーラスで前に出てきました。そして自順に三蔵をチーすることができて半歩前進です。三蔵はトイメンのドラポンの現物となっていて、上茶のトップ目が想像をスライドさせて現物の三蔵を切りました。この局はペン三万チーからの赤金の統一落としで思い切った仕掛けをしましたが、下茶の親が老僧を勝負するとトイメンのドラポンに補充、6球層の両面待ちで老僧なら上がれる形です。単野をドラさんで8000の横移動。このゲームは
28,000 点の2着で終了となりました。本日のゲスト終了しましたので成績を発表します。頓風戦6時間で24回打って1着7回、2着3回、3着7回、4着7回で終了となりました。馬が低めの遊びやすいレフルールもあるそうなので詳しくはお店の方に聞いてみてください。では動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。